英国アカデミー賞、バフタ受賞式が現地時間18日、ロンドンのロイヤルフェスティバルホールで開催された。作品賞や監督賞など、最多7つの賞を獲得したのは、クリストファー・ノーラン監督のオッペンハイマー。また、スタジオジブリの宮崎駿、先イコール立つ先監督作、君たちはどう生きるかが、アニメ映画部門で、日本作品として初受賞する快挙を達成した。第二次世界大戦中、原子爆弾開発、製造のためのマンハッタン計画を遂行した、天才科学者J. ロバート・オッペンハイマーの実話を映画化したオッペンハイマーは、13部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、主演男優賞、キリアン・マーフィ、助演男優賞、ロバート・ダウニー・ジュニア、撮影賞、編集賞、作曲賞を受賞。ノーラン監督がバフタで作品賞、監督賞を受賞するのは、今回が初となる。